誇張したものまでと誇張しなくても見応え十分なバトルが最終日の見どころです。ボートレース尼崎 SG 第34回グランドチャンピオン、迎えるカードは8レースの一般戦です。1号艇ブス島誠、2号艇峰竜太、3号艇深谷智博、4号艇岡崎康弘、5号艇前田翔太、6号艇島村隆之です。コースはすんなり固まりそうで、枠番通り1蓋3456、内枠に並ぶブス島誠、そして峰竜太、この対決に注目が集まります。1号艇のブス島誠がインコースの進入です。昨日準入は2コース戦惜しい着ということになった1号艇ブス島、巻き返しを狙う1走、そして今シリーズの締めくくりです。2号艇の峰竜太が2コースからどう迫ってくるか。2艇の外は3号艇の深谷、前半1レース鮮やかなまくり差しを決めています。4号艇の岡崎がその外を下げる形となりまして、5号艇の前田翔太は5コースの進入、6号艇の島村隆之が大外6コースへ構えていきます。1、2、3、4、5、6、3対3と分かれています。気温がじわじわと上がって、今現在29度前後、スタートラインに対しては向かい風の傾向です。風速は現在3メーター前後となっています。スタートまでは10秒切って、並び位置から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート300枚、スタートしました。コースアウトを決めてきたのはダッシュから4号艇、5号艇、いや2コース2号艇の峰がまくる、一気に伸ばした2号艇の峰竜太、3号艇の深谷が相当続いて、内側からは6号艇5号艇と切り込んできますが、バックステッチの先行の末2号艇1号艇まくった2号艇の峰に対して1号艇のブス島もうまく残して踏ん張り見せてくる。スタートは正常でした。2マークを目指しまして、先頭はわずかに2号艇の峰、2番手内から迫る6号艇の島村、1号艇のブス島が懐を切り込んでホーム設置、先頭は2号艇の峰、2番手から迫るのは1号艇のブス島、3番手からは5号艇6号艇で2周目に入ります。2周目に入っていきまして、先頭2号艇の峰竜太です。2番手から続くのが1号艇のブス島で、上位体系は2番1番21の体系、3番手から追走は5号艇の前田の内、3号艇の深谷、外からは6号艇の島村、4号艇岡崎がその後方となります。先頭2番手は抜け出して、3番手の末が2艇接戦、内から3号艇の深谷、外からは5号艇の前田で2周の2マークです。そして内側からは次すると6号艇の島村も迫っていきますが、振り切るか、外から3号艇の深谷、上位体系2、1、3、4番手以降5号艇6号艇4号艇で最終周回に入ります。シリーズは減点もあって少々悔しさ募る戦いということになりましたが、そのうさを晴らすかのような2コース好スタートから一気の祭りを見せたのが2号艇の峰、苦しい展開でしたが臨戦意地の踏ん張りを見せたのが1号艇ブス島で、上位体系は2番1番21体系、3番手は3号艇の深谷で、後方からは6号艇5号艇4号艇となっています。ラストマークの旋回からホーム設置へ戻りました。先頭は2号艇の峰、シリーズの締めくくりの走り意地を見せました。そして底力を見せました。2号艇峰、上位3艇は2番1番3番です。先頭2番の峰ゴリ、2着1番ブス島ゴリ、3着3番深谷ゴリ、5番6番ゴリ、4番がゴリ。以上尼崎第8レースでした。シリーズの最終日の攻防が続いております。ボートレース尼崎第34回のグランドチャンピオン、11レースの選抜戦を迎えています。1号艇山口剛、2号艇徳増秀樹、3号艇ブス島誠、4号艇稲田浩二、5号艇吉田雄平、6号艇関博也、以上6選手です。ピットでに少しばらつきが見られました。5号艇の吉田が若干後手踏んだか、6号艇関が素早く船を寄せて、1、2、3、外には4、6、5の並びとなっていきそうです。人気の中心に押されたのは1号艇の山口剛、もちろんここはインコース進入ということになってきます。陰線剛と言わせてみせます1号艇山口、
そして2号艇の徳増がこの外に陣取って2コースの進入になります。前半逃げて秀樹反撃、2号艇徳増、3号艇の宇津島がその外に構えてセンター3コースか。トータルバランスの匠、3号艇宇津島センター3コースの進入です。そして地元1のイナダッシュとなるか、4号艇の稲田が引っ張っての角、6号艇の関がこの外に陣取って5コースか、5号艇の吉田が大外6コースへ回ります。スローに3艇ダッシュ3艇でたっぷりと助走を取って、4号艇の稲田浩二角、インコースに構えたのが人気の中心1号艇の山口です。台形内から1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。稲田周強烈な仕掛けマークから4号艇の稲田ですが、一周1マーク、1号艇山口が先行体制、2号艇の徳松を刺していく、3号艇の宇津島が外と殴り出してきて内をついたのが4号艇6号艇、バックセンジ入りますが、先頭は1号艇の山口です。2番手から突っ込むのは4号艇の稲田、その内からは5号艇が迫って吉田、外には3号艇6号艇、スタートは正常でした。2マークを先頭で回るのは1号艇の山口です。2番手から続くのは5号艇4号艇つらいは6号艇、ホームへ帰って2番手水混戦状態に、真ん中通る5号艇の吉田わずかに優勢か、外には4号艇の稲田、内を通っては6号艇の関で1周目に入ります。先頭は1号艇山口、こちらは独走ムード、2番手内側から迫ってきたのは6号艇の関ひゅうや、ハマスカスを握って5号艇の吉田、差していくのは4号艇の稲田、バックセッチへ戻りますが、上位体制は154、4番手6号艇関、5番手3号艇宇津島、2号艇徳松がその後方となっています。他の位置からは毛も腰抜かすような強烈な仕掛け、4号艇の稲田浩二01あたりのスタートを見せてきましたが、先頭は陰線きっちりこらえた1号艇山口で、2番手からは5号艇の吉田、3番手は4号艇の稲田、上位体系は154、最終周回に入ります。から4号艇稲田が意地の仕掛けを見せましたが、陰線堂々押し切った、1号艇の山口剛が先頭、そして大外回りとなりましたが、天気をしっかり捉えたのが5号艇の吉田雄平で、4号艇の稲田浩二が3番手、上位体系1号44番手6号艇関、その後方2号艇3号艇となります。ラストマーク旋回からホームセッチへ戻りました。人気の中心その期待にきっちりと応えて、1号艇の山口剛、2番手追走5号艇の吉田、3番手に4号艇稲田154、先頭1番山口5輪、2着5番です吉田5輪、3着4番稲田5輪、6番2番3番が5輪、以上尼崎第11レースでした。同期の西山選手は土屋選手が昨日ちゃんと眠れるかどうか心配していたそうですが、ぐっすり眠れたそうです。ここはしっかりと勝ち切り、自身2度目の SG 制覇となるのか注目です。そして3号艇は西村拓也選手、昨日の準優勝戦は見事な送り出しを見せてくれました。緊張はいつもしているので逆に変わらないと思う、あとは頑張るだけですと話していました。強者揃いの優勝戦、ぜひご注目ください。まもなく12レース優勝戦ピットアウトです。ボート界の最高峰 SG の舞台で結果を出した者のみが出場を許されます。誉れ高き舞台 SG 第34回グランドチャンピオン、いよいよ優勝戦12レースを迎えます。1号艇土屋智則、2号艇宮地元樹、3号艇西村拓也、4号艇池田浩二、5号艇上条信孝、6号艇平本雅之、以上6選手です。どうやらコースは枠番通り、1号艇土屋がインコースと進入です。我慢の時を乗り越えまして、攻めの走りを取り戻したこの1号艇土屋、そして2コースが2号艇の宮地となります。モーターの声にはギリギリまで耳を傾けました。あとはファンのエールに魂を委ねます。2号艇の宮地、そして3号艇西村センター3コース、いつも通りの作業を貫きました。掴んだ自信を確信に変える3号艇西村拓也、そして4号艇池田が4コースは角1か、腕で混戦1マークを制圧するか、グラちゃん V3A4 号艇池田浩二、5号艇の上条は5コースです。今日も朝から攻めの調整、
てっぺんを本気で取りに行きます。5号艇上条、そして6号艇の平本が大外6コース。やっぱり天ヶ崎は水が合います。兜よりクワガタより強い走りで波乱を呼ぶか。6号艇平本、スローに3艇、ダッシュに3艇と分かれました。12レースファイナル優勝戦、内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースアフを決めてきたのはインコースからバチッと1号艇の土屋、センターするプロは3号艇の西村です。先に回った1号艇の土屋に2号艇差し込んで宮地が渾身の混沌ですが、先頭は突き放す1号艇の土屋です。2番手から続くのは2号艇の宮地、3番手からは4号艇の池田、内からは6号艇の平本が迫ってくる。なおスタートは正常でした。2番手を目指して1号艇土屋先頭、2番手内から6号艇の平本が押し上げてきた。2号艇4号艇さらには5号艇3号艇追走もオンセッジ先頭独走モードは1号艇の土屋、2番手から続くのは2号艇の宮地で、3番から4号艇6号艇内4号艇池田、外は6号艇の平本で2周目に入ります。インコースから文句なしのトップスタート、東堂押し切ったのが1号艇の土屋とどり、2番手から続くのは2号艇の宮地で、3番手はここで4号艇池田浩二上位体系124、4番手から6号艇の平本で、5番手は5号艇の上条、3号艇の西村がその後方となります。2周2番手に入りまして、先頭は1号艇の土屋、見事なトップスタート、堂々の押し切り、2番手から続くのが2号艇の宮地、3番手に4号艇池田上位体系124、カチッと固まって最終周回に移ります。去年は春にレース G 担い、さらなる高みを目指しましたが、襲ってきたのはタイトルの重圧、攻めきれず守りに入って悔しいレースの連続でした。それでも踏ん張りました。苦しい時を乗り越えまして、今再び SG の頂点で最高の輝きを放とうとしています。1号艇の土屋智則、止まない雨はないんです。県の将来を期す年末大舞台への光も差して、一足早めの梅雨明け宣言です。まさに完璧な逃げ SG プリッツが1号艇土屋、今まで2号艇の宮地、3番手に4号艇の池田です。先頭1番の土屋智則優勝の5人、2着2番の宮地5人、3着4番の池田5人、6番平本、5番上条、3番の西村5人。以上、尼崎第12レースでした。選手有言実行でしたかね、トップスタートということでスタート放っていきましたよ、ね、はい、もう誰にも何も仕事させなかったですね、一幕ね、そうでしたね、はい、もうあっちもという感じでした。そして今ピットに戻ってきているんですけれども、うん、すごい声援ですよね。そして同期の西山選手が待っている、なんか普通でも土屋選手らしいんですよね、これがね、一番土屋選手らしい感じがします。ではインタビューご覧ください。 SG 第34回グランドチャンピオン、見事優勝しました1号艇土屋智則選手です。優勝おめでとうございます、はい、ありがとうございました。今のお気持ちどうですか？素直に嬉しいです。本当にたくさんのファンの方の大声援でしたね。そうですね、はい、すごく声援があったんで力になりました。落ち着いてこのレース臨めましたか？ちょっと緊張しました。あ、そうですか、はい、でも終わってみれば独走でしたね。はい、なんか緊張がうまくほぐれました。この後ね、また2024年後半戦が続いていきますが、どんなレースを見せていっていただけますか？ちょっとここ来る前まで想像してなかったんで、ちょっと終わってから考えます。はい、では最後もう一言ファンの皆様にお願いします。はい、遅くまでご声援ありがとうございました。これからも精一杯頑張ります。では最後カメラサインをお願いしたいと思います。はい、しっかりと人気に応えて逃げ切っての優勝ということになりました。カメラサインを、優勝の、ね、カメラサインです。では最後ポーズお願いします。キュン、ありがとうございます。おめでとうございます。いや、今日だけかっこいいんじゃないですか。向けてやっぱりだった。かわいくもないし、かっこよくもないし。これ西山選手がね